はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第251回でございます。今回は夢と目標と現実というテーマで喋っていきます。いつもねダラダラ喋ってるつもりでいるんですけど、多分ねいつも以上に結構ダラダラ喋る感じになると思いますので、なんか寝る前とか時間がねまったりしたい時とかによかったらね、なんかこう BGM がてら聞いてもらえたらと思います。じゃあ行きましょうか。で、まず、先週も夢についてちょっと話したんですけど、若干ね、先週はちょっと熱く語るみたいな感じだったんですが、で、今回はその夢と目標と現実っていう、自分が思ってることですね、この3つに関して。で、まず目標からなんですけど、いつも、自分のことをね、よく見てくれてる方だったらね、ご存知のように、年始、1月1日に自分はいつも目標を、今年のね、1年の目標を掲げるんです。例えば2018年だったら、1年間の再生回数が7000万回、チャンネル登録者45万人で、あと企業と連携したり、5キロ減量とかね、そんなの掲げてるんですけど。で、一個ですね、この目標変更しました。途中で。それがチャンネル登録者の部分なんですけど、今、もうちょっとで43万人に行きそうなとこなんですね。で、計算上、なんか、わかんないですよ。YouTube なんてどうなるかわかんないし、特に、自分教育分野なんで、他のエンタメ系とかと、の方と違うからさ、このぐらい伸びていけば安定して伸びていくだろうみたいなのがちょっとわからないので、どっかでこう、ズタタってこう崩れちゃうかもしれないけど、一応自分の計算上45万はもう硬いと思ってます。多分大丈夫だろうと思ってて。じゃあ、それでいても面白くないし、ね、ほんとみんなね、ありがたいことに前半がさ、だいぶいい感じで伸びたんで、で、目標50万に変えました。ツイッターをね、一応変えてあるんだ。まだ、誰も突っ込まれてないんで、一応気づかれてないのかもしれないけど、プロフィール欄に一応変えてあってね、そう、50万にしました。で、一応計算だと、47ぐらいまでは、ギリ届くかなっていう計算です。だからまだ3万上乗せで行かなきゃいけないから、正直50万は厳しい。今までで行くとね、厳しいと思ってるけど、厳しいぐらいの目標の方が燃えるので、そう、一応50万目指して、今年ね、頑張ります。で、そんなんもあったりとか、あと夢もそうなんですけど、先週夢は口に出そうぜ、みたいな話をしたじゃないですか。でね、これも、よく話すんで、俺夢っていうかいっぱいあるんですよ。いろんな夢があるんですけど、叶った夢もあるしね、YouTube やってて あるし、まだ叶ってない夢もあるんですけど、こう、人にさ、やっぱ笑われる夢ってあると思うんですよ。いろんな、例えば自分だったら、あれかな、自分テレビの番組でさ、情熱大陸って、聞いたことあるかな？知ってる方いると思うんですけど、自分、情熱大陸に出るのが夢なんですよ。そう、それはずっと言ってるの、最初の時から。言ってて。でもね、応援してくれるみんなにしたらさ、頑張ってくださいって、ハイさんならできますよみたいな、言ってくれる方、もちろんいるんだけど、聞く人が聞いたら笑うと思う。鼻で笑うよ、きっと。は？みたいな。お前、登録者、43万ぐらいの YouTuber 何言ってんの？みたいな。いやいや、ヒカキンさんとかならわかるけどさ、みたいな感じだと思う。いや、それがね、リアルな声だと思うよ。俺もそう思うもん。うん、そう言いたくなるだろうし。そう、でもね、俺ね、叶うと思ってるんですよね、これ。結構ね、揺らがないんだよね、そこは。そう、叶えたいっていうか、叶うと思ってる。で、一応この情熱大陸に関しては、自分の30代、39歳、いや、40歳になるまでね。あと6年ぐらいあるんですけど、まだ。6、7年か、6、7年か、あるんですけど。そう。なんだろうね、この叶う。でも根拠ないんだよ。つてもないし。まだ実力もないし。そうそう、ないないばっかりなんだけどね。と思ってて。で、なんかね、そういう発想になったきっかけというか、こう、昔はね、こんな風に絶対思えなかったわけ。自分に自信、今も自分に自信あんまないけど、そう、自分なんて、で、なんで生きてるんだろう、みたいなさ、何のために頑張ってる？俺が頑張ったら誰かなんかためになるのかな？とかさ、誰のためにもなんねんじゃねえかな？とかさ、いろんなこと考えてたわけ。そうやって生きてたんだけど、でも、なんか、こういろんなことがあってね、考え方が変わってって、で、叶わないかどうかってさ、その人生を生きてみなきゃわかんないじゃん。と思わん？そう。だって、それを願った人にしか夢を叶えることってできないんだよね。昔、ライト兄弟がさ、空を飛ぶってのがあったわけよ。で、空を飛ぶなんて無理無理って言われてたわけ。でも、それを、いや、できるって、ってやって、いろんな人が笑ったと思うんだよね、きっとね。いや、無理だよ、無理だよ、バカじゃないのって、絶対周りに言われてたと思うの。でも、自分のことを信じて飛べるって。で、続けていったら飛んだわけだよね。そう。だから、そういうもんなんじゃねえかな、っていう。夢が叶うかどうかわかんないとか、もうね、思う人もいると思うんだけど、
俺は夢が叶うかどうか分かんないんじゃなくて、夢が叶うまで頑張れるかどうかが問題だと思ってる。あとは寿命との戦いだろうっていう。そう、人間は永遠じゃないでしょ、生きる命がいつか尽きるからさ。それにまあね、こう不慮の事故とかで若くして亡くなってしまう方、まあ、平均年齢は日本はさ長寿の国だからさ長く生きれるはずなんだけど、でもね、10代とか20代とかで亡くなってしまう方もたくさんいらっしゃるし、突然事故だったりね、病気だったりでさ、自分もどうなるか分かんないわけだよ。いつ死ぬか、もしかしたら急に今こうやって動画を撮ってるこの後に死んでしまうかもしれない。分かんない、それは。そう、だから寿命との戦いにはなるけど、諦めなければそうたどり着ける可能性はあるでしょ、 0% じゃないでしょみたいなに思ってて、あ、自分の中でねバランスがあってさ、情熱大陸絶対大丈夫だ、いつかな、かな、大丈夫、俺なら大丈夫って思ってる自分と、いやいや無理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 、お前何言ってんの、現実見ればバカじゃないのって思ってる自分もいるの、両方いるわけ。あ、それは現実ってとこだとあるんだけどね、目標と現実と夢っていうとこなんだけど、両方持ってるようにしてんの。なんでかっていうと、俺ね性格上ね自分に甘いんだわ、すごく甘い。だから大丈夫大丈夫って思っちゃうとね、やんなくなるんで、努力しなくなる、安心しちゃって。そうで分かってるから、その自分と、いやいやいやお前舐めてんのみたいな、自分に葉っぱをかけるためにね、そうっていうのを両方持っておこうと。でも逆にその無理じゃねえのだけになっちゃうと、俺シュンってなっちゃうから、打たれ弱いから。そうだから両方できるって思ってる自分と、いやいやいや、甘ったらてんじゃねえよって思ってる自分を両方持つようにして、まあ、精神的なバランスを整えながら、今できること、まあ、よく言うけどさ、今できることをやってこうって思ってるんだよね。まあ、もちろん、正直ね、正直なことを言えば、今どっちが気持ち強いかって言ったら、いや、厳しいかなって思ってるよ。情熱大陸に関しては。思ってる。でも大好きな番組なんだ。何をしてほしいかっていうと、その自分の、ま、ある生き方とかさ、人生とか自分のことをフューチャーして30分とか番組作ってくれるじゃないですか。もういろんなことを取材していただいて、どういう風に編集して、どういう風にこのハイチっていう人間を表現してくれるんだろうなっていう。だから、その、ま、プロデューサーの方とか編集の方、いろんな方がいらっしゃるわけじゃん。そういう方に自分の生きてきたこの道はどう映るんだろうな。そして、それを映って、その編集していただいて、作っていただいて、それが視聴者さんの皆さんにどう映るのかなっていうのが、すごく楽しみなんだよね。それがね、ワクワクするん、考えると。そう。まあ、自分は教育の一応分野にいるつもりではいるんだけど、まあ、教育分野の方から言えば邪道なんですよね。今、まだまだ邪道と言われる人間なので。でも、やっぱり、始めた頃に比べれば邪道と言われなくなったし、まあ、正当な道ではないけどさ、そう。でも、一つの道として、まあ、少しずつ認められてきたのかなとは思ってるから、その何年後になるかわからないけれど、そう、それがどう映って、その時、まあ、自分のことを知らない人の方が日本中には圧倒的に多いわけだから、その方たちにどう映るのかなっていうのを、まあ、ワクワクしながら頑張るっていうのがね、やっぱりもうずっと、まあ、最近もよく思ってるんだけど、まあ、情熱大陸の話で今してしまったんですけど、例えばこれは受験とか、まあ、みんなの目標でもそう、普通に夢とかでもそうなんだけど、受験も受かるかどうかなんてわかんないんだよ、正直。だから絶対ないもん、受験にさ。だけど受かるまで頑張るしかないよね。そうそうそう。で、受かるまで頑張るっていうのはもう受けてみなきゃ分かんないじゃん。だって A 判定取れてれば受かるかどうかそんな保証ないし、でしょ。 E 判定だから落ちるっていう確証もないわけ。 100% じゃないから。そう、だから受かるまで、受かると思うまで頑張るしかないっていう、夢も叶うまで続けていく、追っていくしかないっていう、掴めるまで夢は追うんだよ、そうと思ってね。まあ、そんなことをなんか喋りたいなと思ったの、今回。そう、最近、やっぱり、7月8月ってさ、自分のチャンネルすごくね、伸びないんですよ。そう、結構チェックしてくれてる方、たまにいらっしゃるんで言われるんですけど、伸びないんで、これ毎年でね、7月8月は本当に登録者も再生数もめちゃくちゃ落ち込むとか落ちるんだよね。で、9月からまた伸び始め、戻ってて、まあ、学校始まるからさ、っていう時なんで、いつも、もちろんそれを改善するために、ちょっとね、数字が多少でも伸びるように、いろいろこう変化つけたりとか、いろいろこう企画というか、まあ、コラボしたりとかね、この最近だったら、やったりはしてるんだけど、でも、逆に考えれば、そうやってゆったりしてる時間なので、自分と向き合って、その自分が成長するためにこの8月8月を使っていきたいなっていうふうに思ってる。そう。まあ、もちろんね、新しいその今サクッとシリーズ、歴史のね、一問一答やってて、まあ、それも作るのもさ、だいぶ時間かかっちゃって大変なんだけど、でも、そうやってやって、
って、だからってこう自分と向き合うためにゆっくりするっていうのは動画を撮らないってわけじゃないんだよね。やることをちゃんとやった上で努力をしながら自分と向き合うっていうのがやっぱ大事かなと思ってるから、うん、なんかそれが自分と向き合ってさ、それが9月以降のみんなになんか還元できたら最高じゃん、俺からすれば。うん、みんなの受験勉強とかテスト勉強とか学校生活とかにさ、少しでもプラスになるんだったら、まあ俺がね、こう、悩んで耐えた甲斐があったのかなっていうふうにはなりますんで、まあそんなことを願って過ごす8月かなと。そんな感じ。まとまんねえな。うん、まあそんなふうに思ってます。はい。で、最後、お、泣いてんな。最後はちょっと意見なんですけど、ちょっとね、ぜひ、こう、いろんな動画でさ、これやってくださいとか、こんなんやったらどうですか？たまにね、意見とかのアドバイスとか見かけるんですけど、こう、ハイジのダラダラジオ見てる方って、まあそんなにこう多いわけではないんですが、こう多分見てる方って毎週結構習慣として見てくださってたりするのね。で、そういう皆さんにぜひね、ちょっと、例えばこういうのやってくださいっていうリクエストでもいいですし、こういうのどうですかって、今まで俺が全然やってなかった分野だけど、こういうのやってみたらどうですかとか、ただ動画の話じゃなくても別に何でもいいです。その、ハイチをプロデュースするじゃないですけど、皆さんが、その、ハイチを見たときに、こういう風になんか、変えてったらいいんじゃないとか、全然ね、どんな意見でも構わないんで、ちょっとね、この動画のコメントに、ぜひね、書いてほしい。そう。で、この動画のコメント、いつも、大体でコメント目通すにはしてるんですけど、多分全部は通せてないので、ただこの動画のコメントはね、日にち決めて、この日にちょっと全部見ようって決めてるんで、まあ、ちょっと辛い意見とかももしかしたらあるかもしれないんですけど、もしなんか思いつくことがあったらぜひ書いてみてください。なんか今後のね、活動に、あ、こういうこと求められてるんだね、やってみようかななんて思うこともあると思うんで、ぜひね、ご協力よろしくお願いいたします。よし、ということでまとまんなかったんですけど、すいません、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。では、また来週ね、なんか撮っていきますので、よかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。